た一体どこから入ってきた。ここは許しを得た者しか踏み込んじゃならねえ決まりなんだぞ。要件は私の方で受けたまわります。どうかこちらへ。あなたもまた万光の国の方ではありませんね。万光？ここが？はい、私はそのように聞いています。万光か。俺の時代にはもうその国はない。東西真っ二つに引き裂かれて、それぞれ別の国になっちまってる。時代ですか。なるほど。深海魔界という言葉に聞き覚えはありませんが、あなたはこれらの武器について何か別の形で見聞きしたことがあるのですね。そしてその名を口にする際に恐れおののくかのような響きが聞き取れたように思えます。もしやあなたはこの剣が後にたどる運命をすでにご存知なのでは。その察しの良さはさすがだな。やっぱり本当に新鮮だったか。新鮮などとは大げさな。私は皆さんと同じごく普通の人間です。だが俺が伝え聞く話では、深海魔界をもたらしたのはこの世ならざる神の使いだったというぜ。私自身はともかく、この場所に流れ着いた経緯は確かに特殊なものでしょうね。流れ着いた。あの奇妙な陽炎が見えますか。ちょうどこの庭園をぐるりと囲む形で現れている、あれは空間の歪みです。ここは本来万光の国とは異なる時空に属する場所なのです。なんでそんなことに。わかりません。ある朝目を覚ますと、私はこの屋敷ごと異世界に漂流してしまった。何らかの天変地異か、あるいは神仏の計らいか。ここは時間と空間のつながりが危うい状態にある場所です。故にあなたのような方が現れたこともさほどの不思議はありません。できたばかりのこの剣が先々どのような道行きをたどるのか、それを教えるために来てくださったのですね。あんたはその剣がどれだけの力を持っているのか知ってるのか。はい。ですが理由は全くわかりません。はじめはこの近隣で魔界軍に襲われていた村人に加勢したのがきっかけでした。たまたま私が持ち合わせていた剣はあくまで凡庸なものだったのですが、それが魔界の住人に対してだけは壊滅的な威力を発揮した。じゃあ私の世界からこの万光に持ち込んだ武器には理由は不明ですが、どうやら特別な力が宿るようなのです。そう分かってからは手元にあった刀剣をすべて近隣の方々にお譲りし、それでも足りずに今は新しい武器を作成しています。この庭園で新たにこしらえた武器もある程度以上の技物に仕上がれば、やはり特殊な力が宿るらしいと分かりました。現在ここは万光の一角でありながら、依然として中間の地でもあるという二重の属性を帯びているのでしょう。